皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。リムゲー実況チャンネルへようこそ。リムです。ぷよぷよやりますか。ぷよぷよやる負けない2人でぷよぷよ。いや私も負けないからどうしよう、普通のルールでいいかな。普通のルールでいいと思う。オッケー。3点マッチ。3点マッチにする。いいよ。どうする、甘口中辛辛口、甘口中辛辛口、中辛でいいんじゃない。もう全部中辛にしちゃう。これでいきますか。うん、いくオッケー、ではスタート。怖いなあ、ちょっとこれ最初が大事だからねそうだね、そこよな。こうこう、あ、待てよ。あ、ミスったそう、置く場所間違えた。私ちょっととりあえずどんどん消していくことを、あ、目標に。あ、いいか。それもそうだね、消していかないといけないね。間違えた。いや、まあまあまあ、いけるいける。ね、前貸しが強かったもんね、確かね。じゃあそう、あ、ミスった。ちょっと待って、いきなりもう来てる、やばいあ、いや、仕返しが来たうわ、やべえぞ。いや、これワンちゃんいけそうだってリムちゃんうまいだもん。あ、どうしよう、どうしよう、ボコボコにされたしね確かに。あ、ちょっと待って、それが怖いわ。あ、どうしよう、こうしよう。いや、ちょっと、あ、緑か。あー、どうしよう、やめて、怖い。あ、いい、あ、やばい、もう次の色とか見てらんない確かに、それある、悩みすぎて。来た、負けそう。あ、待て、ちょっと待ってやめてくれ。あーっと、オッケー。あ、ちょっとなんか1個増えてる。まあまあ、許そう。1個ぐらいならね私は優しいから許してあげるよ。ありがとうもしかしたらさ、これさ、長期戦になる可能性もあるってことか。あ、そうだね。我々がうまければ、ちょっと連続で壊せなければ、ちょっと、そういうことか。あれだな、きっと。やばい、ちょっと待ってよ。長期戦になる可能性高し。いや、ちょっとこれは今順調じゃん。ね、2人とも順調だね。うまいな、2人とも。それかただ連鎖がうまくできないだけか確かにそっちの可能性の方が高くない？それはある。あ、ぷよぷよ上手い人から見たらさ、なんだこいつらみたいな。なんでそこ、そう、多分そんな感じなんじゃない？あー、ちょっと待って、うちがちょっとピンチになってきたな。やったね。やべえ、間違えた。第1戦はいただこうかな。ちょっと待って、やばい、本当にやばい。なんか落ちるスピード速くなってるよね。ね、本当それ。よし。なってるよね。勘弁。あ、来た、これ来た。あ、ちょっと勘弁して、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って、いただけなかったし、やー。よし。ちょっと。いいぞ。リムちゃん。待って、意地悪。逆転がここで来た。あー、負けた。あー、タンキューだよ。3分で片付いたよ。3分、すごっ。早かったな。よし、次も負けない。もう私も負けないから。いや、もうここは圧勝ですわ。怖いわ。女って怖いわ。これ連鎖したいなって思うんだけど、そのスキルが私にはないから。私も。どうもできんよね。とりあえず消すことだけを優先している。ね、タイミングで消してるようなもんだもん。それな。うん、わあ、ちょっとなんか邪魔なやついっぱい来たな。すいません。あ、でもね、リムちゃんはね、逆転するタイプだから。まあね。ピンチに強い。いや、私の方すっきりしてきたわ。変なところ置かれた。あ、来た。やば、嘘だろ。3連鎖。嘘だろ。うまい。私うまいわ。逆転。逆転で来るんですよ、リムちゃん。よし。あ、ちょっと、ん、うわ、突破口を塞がれたんだが。ふい、待って。はい、あげる。うわ、やめて、いらないってリムちゃん、いらないって。あ、これまた負けるって、これ。え、いける。また負けるって。いける。いけねえんだって魔法ら、負けた圧勝うわ、じゃあ最後のこれは、はい、得点3ポイントにしてもいいよ。
あ、優しい、これは優しい、ね、ルミちゃん、得点3ポイントの意味がわからんかったんだが最後の勝負で逆転できるよって話。あ、なるほどね、そういうこと。3ポイント制だけど、私は優しいからさ、なんか笑う自分で言っといて笑う、ちょっとこれいいで、私からしたらリムちゃん女神様だから、優しいからね本当に。まあまあ負けないんだけどね、これちょっと持ち上げたら負けてくれるかなって思ったんだけどそんな持ち上げたらね負けてくれるんじゃないかな、まあまあ、やっぱ女神様だしさやべい普通に普通にガチ勝負じゃん、これはガチ勝負じゃん、怖いわ、よしよしよし、それずるいわ、何もずるくないよ、ほら3連鎖だよ、ちょっと上手くない今の、今の上手かった自分、やっぱ落ちてくる次のを見とくべきなんだろうな、そうだね、あ、うん、2連鎖ありがとうございます、今はダメ今うみんちゃん今死にそうになってるからちょっと助けてもらっていい、うん、手加減してくれ、およガチ勝負はどこに行ったのみんちゃん、手加減大切だなって思って、え、うん、手加減って大切だと思いませんか、うーん、思わない、ああそこには優しさがなかったかもう優しさはね1回発揮してるから、1日1回だからなるほどね、もう使っちゃってるからみんちゃん今日の優しさにはもう期待できないって感じか、次回にご期待みたいな、私本当にうまいわ、いや本当に、あげる、あ、総裁いらねえ、いらねえ、いらねえ負けたあ、みんちゃんどうしたの、本気本気本気出せてない、まだ、そう本気まだ慣れてないあーなるほどね、まだ見て見て 3本勝負、はい、3本勝負もうフルで勝ててるよ、うん、もうやめて、心の傷はえぐらないで2回戦行こう、2回戦行く、いいよ、じゃあ辛口ね、辛口、あの下手な人ほど難しいのやったらうまくいく可能性にかけるわ、あーなるほど、ほらね、これ3つ押してくから、リムちゃん苦手なこれがあるから、あーこれちょっとな、ほんとな、しかも色も多いんだよね、いやでもね、これほらこの前のプライベートでやった時負けたなまあ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 、私はこれでも勝てるのではと思っている、あ余裕しゃくしゃく、これもちょっと難しいよね、そうだね、難しいよねと言いつつ、やめろやめろやめてくれ、総裁をしていく、ちょっとあの頑張ってるから、私も頑張ってる、私も頑張ってるよ、見て見て、やめろやめろ、うわめっちゃ消えてるじゃん、リムちゃん苦手だったじゃん、わかった、裏で特訓したでしょ、裏で特訓したんだなかっこ嘘だってめっちゃ忍者らやってたもんイエス忍者ら忍者らしかしてない、あーどうしようこれ、うわ待てよ、こうだな、あうまい落とされてる、やばい、しょうがない、見てあげよう、いやあそうだなそうだな、待ってリムちゃん、ん、あのいたずらダメよ、いたずらしちゃいけないって、ね、いたずら、いたずら何のことかわからないな、はい、落としてくるいたずらってあんまり、あミスった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 、ガチでやべえ危ねえ、リムちゃん私今話が頭に入ってこないから話が頭に入ってこない、入ってこない、ちょっと待って、大変だ、助けてくれ、実況してる場合じゃねえ、頑張れあやべえやったやべえやべえ、これはやべえ、ちょっと遊んでる場合じゃないわ、やっと、はい、逆転のチャンスか、わーやばい、やったわー負けたこのさ泡が邪魔なんよね、これを早く消せた方が、うん、あでもさっき負けたんだよな、それでも、いやあれはね、うん、地味にね何も考えずにやってたらうまくいっただけの話だそんなことある？あるの、あるんだよ、まさかの奇跡が、それで負けたの私、そう奇跡に負けたちょっとなんかそれもそれでなんか尺だな、嘘でしょ私奇跡を起こすからさ、あなるほどね、奇跡の女、そうそうそう奇跡の女、え、ちょっと待って、やばいな、なんか、はいはい、汚い配置が汚い、いや待って、一気に落とすつもりだろそれ、え見てわかるぞ、一気に落とすつもりだろ、落とせるとでも
落とせるだろ、連鎖連鎖狙ってるでしょ絶対。まあうまくいったらいいなってぐらいかな。いやほらそういうのがやばいって。やばいやばいやばい、あやばい間違えた。どんどん間違える、どんどん間違える。今私はここでできるのがどんどん物を落としていくことだよね。物を落としてあの連鎖を食い止めることだな。よしよし、来た来た来た。あちょっと勘弁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 。よしオッケー、2連鎖やめて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 、怖いから。でここで赤を落とすと。これさ意外とさ喋ってると難しいよね。ねそれね。ねえ飽きた。なんかちょっとほらなほらなほらな、来たわほらな来たわ。連鎖落ちてこないで、落ちて連鎖、うん、あやめろ、ダメだったわ。ちょっとやめろ、マジでマジでやめろ、また負ける。あよし来た連鎖。あやべえやらかした。ちょっと待って、焦らすな焦らすな。あ今度はあ待って違う違う違う、よしよしよし、ちょっと待って、もうこれは終わったわ。おちょっと待って、これは難しいな。あうん、あ、ね、ダメだ、ちょっと早くない、早くない、落ちてくる、早くない、難しい。あー落ちる、終わる。待って待って、えぇー終わった、負けた。お、でもいい勝負じゃない、1対1、辛口は辛口バージョン1対1。あそっか、あー来た来た来た、よかった連鎖だ、よかった。うわー来たやったこうでしょ。あーいい、うまい。あちょっと待って、連鎖うまい、連鎖うまい、ちょっと待って、うまうまだわ、連鎖うまうま。あミスったミスった、下押しちゃってピヨンって落ちてきた。待ってちょっと待って、また落ちてくる、え落ちてくる。あうわー移動する前に積んだ。あすごい、3800、やばー。うわー、どうしたのみんちゃん、1対5って。ほらほぼ初心者。この間やった、2人でやった、勝ててたよ。ほぼほぼ初心者。いやこれからはちょっとリムちゃんにねリベンジをしてこうかなと思う。いいよ受けて立つ。ということで今回の動画はここまでで、私とリムちゃんのチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また次の動画はリムちゃんのチャンネルにて公開されるのでお楽しみに、お楽しみに、ぜひ遊びに来てね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねバイ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 。